シンドットのド S チャンネル。どうもシンドットです。タッスンでーす。今日は何ですか。見せたいものがあるっていうことだったんですけど。そうなんですよ。見せたいものがあるんですよ。見せたいものがある。はい。何だと思います。どうやろうね。なんか当たったとか。プレミアムチケットが当たった。トリキュアとかのコンサートとか。残念ながらそっちじゃないですよね。まあある意味プレミアムなものかもしれないです。それはこちらですね。ホテルのカードじゃん。ホテルのカードです。めっちゃあるよ。チンさんが、はいはい、まあ以前からその僕に記念に、まあ、取っときなよって言ってチェックアウトの時にね。そうですね。お渡しして、まあ、したじゃないですか。東京ホテルとかってなんかさ記念に持っといていいよっていうホテルも結構あって、はい、あまり自分が持っててもしょうがないんでお土産みたいな感じでさ、はいはいはい、持っときなよっていうふうにね渡してて、すごい持っててくれたんだねこれまでね。まあそうですね。まあ捨てるのもちょっともったいなかったんで、せっかくだからこう集めとこうかなって思いまして、集めていったら、まあ、これだけの厚さになりました。これを紹介する企画みたいな。はい。今回はどういうホテルにシンさんや僕が泊まってったのかっていうのをご紹介できればと思います。じゃあ1枚ずついってみますか。はい。ではまず1枚目、どこでしょうか。マンダリンオリエンタル東京。これはシンさんが以前泊まったホテルですね。何回も泊まってるんですかね。もう何回、10回以上泊まってるよね。すごいっすね。でこれはあの三越前にあるホテルで、はいはいはい、マンダリンオリエンタル東京が日本の5つ星ホテルっていうふうにまあ言われてて、結構トータルいいホテルですねここは。BGM かなんかでマンダリンオリエンタル独自のヒーリングのサウンドみたいなのが YouTube とかであったんですよね。あるあるある。入るとテレビがあるじゃない、はい、部屋でテレビになんかこういろいろマンダリンオリエンタルのいろいろなシーンと海とかさ、はいはい、スパとか、はいはい、が映ってヒーリングの音がずっとリピートされるみたいな、うんうん、感じなんだけど、すごくなんか多分周波数とか良くて、と再生しっぱなしにしちゃったまま寝ちゃったりとか結構あるかもしれない。ああ、一時期ハマっててしょっちゅう聞いてましたね。CD 売ってるよ。そのホテルで買える。うん、へえ。普通ホテルって1階から上に上がってくる部屋、客室に。はい、はい。これは上にロビーがあるね。うん。上のロビーからの夜景とか景色すごくて、うん、で客室は下に下がっていくって感じになってくるんですけど、ロビー着いた瞬間おーっていうのは感じるかもしれない。あ、結構お高いんじゃないですか一泊は。まあ普通のスーペリアとかで5万ぐらいじゃん。5、6万ぐらい。ああ、僕の感覚では高いですね。スイートとかだともっと高いけど、そんなイメージですかね。泊まってみたいですね。あと隠しバーとかあるんでね、一般的には公表してないようなバーとかも あるんで、そういう意味でもおすすめですね。マンダリンオリエンタルホテルでした。では続いていきましょう。じゃん、こちらはペニンシュラですかね。ペニンシュラは有楽町の方にあるホテルですけど、もともと香港のペニンシュラがすごくやっぱ有名で、香港のペニンシュラもよく泊まってるんですけど、はいはいはい、ペニンシュラ少ないのよ。あ、その世界的にその高級ホテルって世界中にいろいろあるんだけど、はいはい、ペニンシュラって本当少なくて、へー、だから一つ一つが本当にどこのペニンシュラ行ったってクオリティがやっぱり高いよね。香港のペニンシュラは泊まったわけじゃないですけど、うん、行ったんですけど、結構中世っぽいような感じでしたね。ちょっとヨーロッパ感と香港感がなんかミックスしちゃうみたいな感じじゃない、うん、そんな感じでしたね。ペニンシュラはすごく事細かなあのサービスが本当になんか細かいサービスがすごくあるよね。へえ。なんか入って、はい、出て戻ってきたらなんかまたお皿の上にフルーツ置いてあるとか、そういうサービスがあったり、陶芸がしっかりしてるとか、はいはいはい、ホテル独自の車を貸してくれるとかね、結構しっかりしてますね。日本にも合うということなんですよね。まあ、有楽町は立地がすごくいいので、僕結構銀座エリア利用するので、銀座エリア利用するときにペニンシュラは立地がいいなって自分の行動範囲に合ってるっていう感じになりますかね。でもお高いんですよね。いやだからこれもマンダリンとそんな感じで5、6万ぐらい。あー、お高いですね。でも泊まってみたいですね。ペニンシュラホテルでした。では続いて、これは結構あったんですよね。少々お待ちくださいね。インターコンチネンタルシリーズですね。そうですね、インターコンチネンタルホテル有名ですもんね。
赤坂にあったり品川にもちょっとシリーズが違うインターコンチがあったり、あとは海の方まであるよね。お台場ベイエリアというか、なんか東京はめっちゃ多いですよね。めっちゃ多い。あと大阪があったりするんだけど、うん、インターコンチはペニンシュラとかってある程度こう安定的に全部ペニンシュラだねって感じなんだけど、はい、インターコンチはあのホテルによって若干僕はランクが違うなって感じますね。あ、そうなんですか。そう、海外のインターコンチと日本に比べてもそうだし、うん、日本の国内でもちょっとなんか差があるなっていう感じがする。へー。僕群馬に行って大阪のインターコンチがいいと思います。グランフロントにあるんですけど、はい、インターコンチの大阪はホスピタリティとかすごくトータルいいね。入ったらね、はい、そのエレベーターからしてすごい香りがするのね、インターコンチの大阪だって、はい、でエアアロマジャパンという会社のスプリングタイムスっていう、多分その空気中の香りなんだよね。それがもうすごくて、リッツカールトンとかだったら結構ココナッツの香りみたいなするんだけど、うん、甘い感じ。僕はインターコンチ その大阪のスプリングタイムスっていうちょっと柑橘系っぽいものがすごい好きかな、うん、同じインターコンチネンタルでもホテルによって匂いが違うっていうことなんですか。そうだね。1回目ちょっとその感動したことがあって、淀川の花火大会があったじゃんって、俺が行って友達と別の部屋で泊まったんだけど、はい、友達はなんか体がでかいのよ。身長もあの180くらいあるので、こうガッチリしてる、はい、でその僕と友達がそれぞれ部屋に入った時に浴衣のサイズがちょっとそのあるじゃん、 M とか L とか LL とか、はい、淀川花火大会行く時に着たらどうですかっていうイメージの浴衣が体のサイズになってるっていうのがあってさ、多分連携取らないと無理だから、チェックインの時とかになんかしてんのかな、分かんないけど。新さんから言ったわけじゃないんですよね。そう、言ってないみたいな。なんかフリーサイズとかじゃなくて、はい、体にぴったりの浴衣が置いてあったっていうのはなんかちょっと多くて、そこもお高いんですよね。もうここもでもあんまりね、5、6万あー高いですね。ホテルって取り方とかシーズンによるから、うん、安い時は4万含まれば高いの8万の時もあるし、うん、高級ホテルはだいたいそのスーペリアルとかスタンダードシングルみたいな、うん、まあ、ダブルとかキングとかクイーンとかいろいろあるけど、はい、5万円ぐらいが多いと思います。あ、泊まってみたいですね。インターコンチネンタルホテルでした。では続いてこちら行きましょうかね。ウェスティン。ウェスティンですね。ウェスティンはヘブンリーベッドというベッドがいるんだよね。ベッドがすごく寝心地がいいって。あ、はいはいはい、ウェスティンの通信販売でベッド売ってたりするぐらい。ウェスティンですか。なんかありますよね、ルスツの時。こちらルスツリゾート、我々はウェスティンホテル泊まっているんですけど、ルスツもあるし、はい、あとは恵比寿とか、うん、大阪もあるかな。はい、一回なんかケーキバイキングかなんかで行きましたね、僕。結構あの女子好きだよね、ウェスティンのそういうバイキング系とか。そうですね。ここも高いんですよね。でもね、今まで紹介したところよりは若干安いイメージがある。あ、そうなんですか。3万8000とか4万5000とかぐらい泊まれそうな感じがあるんですけど。でもサービスはさっき紹介したようなところとさほど変わらないぐらいかなりサービスもいいので、うん、ウェスティンはおすすめかな。コストがいいと思います。ああ、なんかそんな感じしますね。タクシーから降りるときとかにさ、こう扉を押さえるじゃんね、はいはい、寒いとか風が吹いてるとかでギリギリのところで押さえてるとか結構あったりとかで、気温によって調整してる感に感動したことがあります。やっぱりなんかそういう高級ホテルはホスピタリティとかそういうのがすごい充実してます、うん、やっぱりこうマニュアルの外で動くマニュアルで動くのは当たり前で、うん、頭使ってあこうした方がいいだろうなっていうふうに動くのがやっぱホスピタリティ高いのが特徴かな。やっぱりそういうことができるのが一流たるゆえんですかね。そうだね。ウェスティンホテルでした。では続いていきましょう。じゃあちょっとシンさんもちょっと選んでみてください。これはい一番上を東京ディズニーランドホテル。東京ディズニーランドのホテルですか。東京ディズニーランドはそうだね、ミラコスタとかもあるけど、これはあの普通の一番まあ、メインっぽいところにあるやつじゃない。それを選んだ理由っていうのはあれですか。いや、もう全部泊まっているので、全ての東京ディズニーランドとシーのホテル泊まってるので、たまたまだね。ここがいいっていうところありました。ここもどこじゃないかな。ミラコスタが一番その浸れるは浸れるかもしれない。まあ一番なんか有名ですもんね。ショーがちゃんとそのお部屋から見えるとか、うん、一体感がホテルってオフィシャルホテルいっぱいあるんだけど、一応ミラコスタがこう中のホテルって感じするんだね、うん、そういう意味ではミラコスタが一番おすすめかもしれないね。ああでもこれあのスイートとか本当に充実してるので高いけど、あと予約取りにくいけど、ゆっくりしたいならディズニーランドホテルとかもいいかもしれない。ああ
東京ディズニーランドホテルでした。男性はディズニーランドホテルの予約ぐらいはできるようになると。わかりました。頑張ると思います。頑張ります。ではこちら行きましょうか。プリンスギャラリー東京紀尾井町、あ、これはプリンスだね。一回僕も泊まったわけじゃないですけど、シンさんに呼ばれてきましたね。赤坂プリンスが改装されて、もう新しくなって上の方の一部だけがホテルになってるんですけど、はいはいはい、プリンスグループの最上級って感じだね。ロビーだけしか見てないですけど、めちゃくちゃ綺麗でしたね、うん、だから最新のホテルでかなりハイレベルだね。ここはおすすめです。とりあえず行くとかでも全然おすすめ。ラウンジのカフェとか使うだけでも高そうですね。ラウンジ雰囲気とかもすごくいい、うん、プリンスホテルもやっぱり差が大きいので、うん、普通のプリンスホテル品川とかにあるようなものと、はい、こことかもランクが全然違うので、うん、用途に応じて使い分ければいいんじゃないかなと思います。井上町の、プリンスホテルでした。ではどんどん行きましょう。これにしましょうか。こちらですね。池袋ホテルメトロポリタン、ホテルメトロポリタン、まあ、池袋はないんで、高級ホテルとかメトポリしかないじゃんみたいな感じで泊まったやつかな。そんなに可もなく不可もなくっていう感じですか。まあそうですね、その普通の JR 系のホテルなんだけど、まあ普通のホテルですね。ホテルメトロポリタンでした。じゃあどんどん行きましょう。これはいいですかね。シェラトン、シェラトンですね。まあ、シェラトンはウェスティンとかよりちょっと、そうだ、ウェスティンの方が若干上な感じがするな。まあまあ高級で、そんなに高級すぎないっていうランクかな。広島にもあるんですけど、僕でも行けるかなっていう感じの敷居ですね。3万円ぐらいのイメージだね。ああ、どっちみち高いですね。高いけど、でも安い時は2万円台でも泊まれるかな。シェラトンは広島だったら一番いいんじゃない。そうですよね。そう考えると広島もなんかホテルってなんか発達はしてないですよね。だからちょっとだから中途半端な価格帯、中途半端な高級感っていうイメージですかね、うん、シェラトン。そうですね。で、まあ、あの海外とかだったら意外と掘り出し物シェラトンとかもあって、へ、まあまあいいシェラトンもあるイメージですかね。あ、シェラトンでした。はい、じゃあどんどん行きましょう。次はこれ行きましょうか。これはボンボイだね。ボンボイはマリオットグループのやつなの で、桜タワー東京って書いてある。これもあのプリンス系列の桜タワーっていうのが品川にあって、ボンボイメンバーで自分がランクを獲得してるんでボンボイのカードをくれてると思うんですけど、ボンボイというのはマリオットのグループで、グループに加盟してるといろいろ特典があったりとかして、うん、先ほど あの木の板タワーとランク的に同じぐらいなんだけど、うん、木の板タワーの方が新しいって。桜タワーは古いんだけど手入れがしっかりしてて、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかゆっくりするとかにめちゃくちゃおすすめ。低層のなんかさ、面積がしっかりあって、スパとか充実してるって感じです。はい、ああ、じゃあ高層のその建物じゃないんですか。そう、木の上の高層だけど、こちらの桜田は低層の、まあ、ちょっとゆっくりした自然に囲まれたみたいな感じですか、ね。へえ。僕は個人的にはそういうところがいいですね。うん、ジャグジーとかもすごくいいので、こちらもおすすめです。ああ、僕も泊まりたいですね。桜田はあのマリオットのボンボイでした。じゃあ。こちら行ってみましょうか。これグランドハイアットだね。グランドハイアットです。グランドハイアットはまあハイアットグループ有名だけど、ハイアットリージェンシーとかいろいろあるけどね、うん、まあ六本木ヒルズにあるっていうところが一番グランドハイアットっていうイメージが強いかな。好きな人はハイアットグループ本当好きなんで、高級感もあるしラインナップはしっかりしてるんで、なんかちょっと独立してる感じだね。ハイアット系列っていう。あ、へえ、そうなんですね、うん、ハイアットリージェンシージェンシーとかでちょっとリーズナブルで、グランドハイアットだったらかなり良くて、うん、その上のパークとかだったらもうめちゃくちゃいいよねっていう。あ、ブランドとしていろいろなラインナップがあるっていう感じですかね、うん、有名ですもんね、グランドハイアットでした。さて残り3枚となりました。じゃあインターコンチもまだありましたね。これは、インターコンチネンタルの、まあ、沖縄の方のインターコンチだね。カールはもう木ですね。まあ、先ほど説明したインターコンチなんですけど、リゾート地っていうところで泊まるホテルっていうのと、やっぱり東京とかさ大阪で泊まるっていうのとはまたやっぱ違うので、うん、あのリゾート地のホテルっていうのと比較してみると、またそれも面白いかもしれないですね。石垣島のインターコンチネンタルでした。プールとかもゆっくり入れるし、うん、まあ、いいと思います。いや、行ってみたいですね。ではこちらも木のホテルカードですね。こちらは遊園っていうですけど、これは札幌で、まあ、ちょっと旅館とホテルの中間ぐらいな感じで、
まあ、ご飯が本当美味しくて温泉も充実してて、で浴衣とかもあってって感じで、もその旅館旅館しているわけでもないので、で本当に札幌市のど真ん中にあるホテルで、ちょっとのんびりしたい時とか、ちょっと温泉気分味わいたいとか、いいですね。いや行きたいですね。じゃあラストラストこのホテルはこれ山田スイートじゃないですか。山田スイート2で行きましたよね。セントレジスです。今ですね、こちらセントレジス大阪に来ているんですけれども、結構ねここいいホテルで、割と大阪滞在中に使います。セントレジスはもう大阪にしか、日本はないんですけれども、はい、世界中にはあるんですけど、バトラーサービスとかあって、はい、まあ、そこに専属のバトラーが作る、はい、セバスチャンとかですね、いつでもコーヒーとかオレンジ持ってきてくれたりとか、あとは、靴磨きをしてくれるとか、困った時に相談乗ってくれたりとかする専属が作っているホテルですかね。ここは思い出深いホテルですね。高級感もあるしかなりいいけど、立地ではね、大阪で過ごすって時の立地をちょっとセントレジどうなのかなっていうところさえクリアするんであれば非常にいいホテルですかね。ここはまた行きたいですね、いろんな意味で。感じで結構紹介しましたけどね、今いろいろなホテルもあるし、どれもおすすめのホテルなんで、ぜひぜひいろいろ泊まってみてください。はい、またコレクションを増やしていきたいですね。そうだね、ちょっと日本のシリーズがすごく多かったので、今度海外のホテルのカードとかも集めてみるのも面白いかなって思いますので、はい、引き続き貯めていきますか。はい、貯めていきます。こんな感じですかね、今回は。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今回、ホテルのことについてお話ししたわけですけど、まあ、僕もその昔ホテルとか旅館に住み込みで働いてた時期があったんですよ。でまあちょっといろんなことがありまして、例えばまあゲイがいたり、車用の車で盗んで走り出すやつもいたり、いろんなことがありましたね。盗んだ車で走り出したやつなんか会社に借金があったんですよ。だいたい100万くらい、結構高いお皿かなんかを割ったらしくて、借金して天引きされてたらしいんですけど、もう揉めに揉めて車用の車で走り出したやつもいましたね。ゲイだったやつはちょうどお客さんもいなくなって貸し切り状態だった時に、同僚の人となんかこう僕らの子をやってたり、相手方に触られたとかなんとか言って多額の賠償金かなんかを請求したり、そういういろんな人がいましたね。あ、ちなみにそれ全部同じ旅館内での話ですね。お前なら絶対に